皆さんこんにちは、こんばんは。なんか毎回言ってるけどさ、1週間って早いよね。なんか昨日とついさ、1週間って早いよねってね、ここで自撮りしたような気がするんだけど、もう日曜日だもんね。ほんと1週間早い。じゃあもうね、今いろいろしましまね、いろんな工作したりとかするわけだよ、じっちゃんね。で、まあしょうもないものをね、作ってね、動画にも上げてないのがいっぱいある。でね、こうやってさ自撮りしたりとかいろんなことをやってるんだけど、最近さほとんどもう上げてないんだよね、動画をね。多分ね、もう最近になって上げなくなったね。10本ぐらい撮ってさ1本2本上げるぐらいだよね。かといってさ、しょうもない動画上げてるわけだよ、じっちゃんのね、ランチ風景だとかさ、そういうの上げてる。でも撮ろうと思ってね、撮った動画は上げてないのが多いね。ほとんど上げてない。まあしょうもないさ、あの昼ご飯時にね、ご飯食べるのにさ、ああせっかくご飯食べるからビデオ撮っとくかと思ってね、バッグからさ GoPro 引っ張り出して目の前にさ置いてさ撮るんだけどさ、そういうしょうもないやつはあげるんだけど、こうやってさ座ってさ撮ったやつはほとんど上げてない。10本のうちの上げるのは1本か2本ぐらいだよ。なんか自分でもね、くだらないなって思うしね。まあ自分でもさ、あ、くだらない動画撮ってしまったなって思ってしまうんだよ。編集しようかなと思ってさしだすとね、あ、やっぱくだらないなと思ってね。まあじっちゃんの動画自体はさくだらないんでさ、まあじっちゃんがさくだらないって思うね動画はね、どんな動画だよってみんな思うかもしれないね。普段がさくだらない動画だからね。でまあいろいろさ工作したりもしてる。いろんなの作ったりとかねやってるんだけど、ビデオ撮るのめんどくさかったりとかさ、撮ってなかったりとかねするんだよね。時間かかるんだよ、ビデオ撮りながらね。なんか工作するっていうのはさ非常に時間かかる。もう3倍4倍かかってしまうからね、もう嫌になる時があるんで。もうただ工作自体好きなんでさ、じいちゃんいろんなの作ったりとかするのは好きなんで、まあそれは楽しみたいわけだよ。だけどその過程をさ誰かがさ動画回して撮ってとかって言うんじゃないんで、じいちゃんは自分でね動画をカメラセットしてさ、動画撮ってさ編集してあげたりするんで、もうそんなのがめんどくさくなってね、最近撮らないのが多いね。それとさ、あと最近物買ってもさ商品紹介とかするのも撮ってないね。なんでかっていうとやっぱりじっちゃん下手なんだよ。まあ喋りが下手、もう自分でね編集しててさよくわかるんだよ。まあ下手くそだよなとかさ、まあ商品紹介とかもほんとまあ面倒っていうかさ下手くそだよなって思うよね。だからもう最近は物買ってもほとんど紹介しないよね。これいつかな、ちょっと前に買ったさルーターもここにあるんだけど、これも全然紹介してない。電動トリマーっていうやつだね。これちゃんと中身入ってるかね確認もしてないんだよね。送ってきたままでさ、じっちゃんさルーターはさ持ってるんだよ。プロが使うようなね M12BA っていうやつだったかな。友達のとこにあった中古をね買ったやつがあるんだよ。まあだけどそれもね家に置いときたいんだけど、家で使いたいんだけど、やっぱりでかくてさ使えない。使えないって言うんじゃない、使えるのは使えるんだけど置けないんだよね。だから今友達のね工場に置いてる。ただ余計さそういうとこに置いとくとね、そこでまた引っ張り出して友達の工場でさ使うっていうのも面倒になって、結局使わないわけだよ。だけどルーターはね使いたいって思うんだよね。で家に丸ノコとかさ持ってるんだけど、その溝を掘ったりとかするのにねルーターを使えば早いのにさ、もう友達の工場でやるのも面倒くさい時はその丸ノコでね溝を作ったりとかするわけだよね。そのルーターをね買った時の動画もあるんで、ちょっと流してみようかね。まあ直接流すかどっかこの辺り流すかわかんないけどさ、友達がさトリマーの中古があるけどいるかって言うんでね、まあ安くて私が使うぐらいのやつだったらね欲しいけどなと思ってね、じゃあちょっと見てみるからっていうことで電話切ったんだけどさ、着いたね。ちょっと見てみようかね。下ろしとくって言ったけど、どこに下ろしてあるのかな。あ、これだ。
売れたね。でかいな。日立だね。日立のルーターだ。日立のルーター。M128B。1140W。でかいな。で、これもさ、買ったんだけど、そのまま全部入ってるのかな。何と何が入ってるとかそんなのがあるの。ガイドと本体だけだね。ガイドと本体しか入ってないのこれ。確かストレートビットがついてたと思うんだけど、でどっか他に入ってるの。あ、こっちに入ってるね。こういう道具だとかさ、これは何、まあ、こういう付属品も入ってるね。丸の子のさ、じっちゃん今置くとこないんです。じっちゃんの丸の子、ま、丸の子台っていうかな、丸の子台っていうカットソーっていうか、自分で作ったのがでっかいのがあるわけで、それもね、今じっちゃんお風呂使わないんでさ、自分とこのお風呂使わないんで、じっちゃんお風呂入るときは温泉行っちゃうんでね、シャワーぐらいはちょこっと浴びるんだけど、だから置くとこないんで今それお風呂に置いてるんだよね。風呂に置いてね、そこでその溝をね掘ったりとかしてる。まあ一般のね家ではね難しいよね、工作するのもさ。でかい工作っていうのはなかなかね大変で、できないんだよ。実家が広いんでさ、実家でしようかなって思うんだけど、今度は実家が遠いからさ、その実家にね工作のつど出かけるっていうのもさ大変なわけだよ。だから手元にね置いときたいわけだよ。で今こういろいろね工作しようと思ってるのがさあって、またそういうね部品もまたいろいろ買ってきた。こういうね袋に入ってるんだけど、ホームセンター行ってさ、こういろいろ頭で考えながらね、まだ制作には取り掛かってないんだけど、これがあったらねいいんじゃないかなっていうようなね、こう部材をさいろいろ買ってるわけだ。でこういう工作をねしたりとかするんだけど、これがまたね動画に撮るっていうと大変なわけだよね。あら、なんか落ちた。工作するのにさ、ビデオを撮ってっていうのはほんと大変。まあね、作ってる人なんか思うんだろうけどさ、まあほんと好きでねやってるから、たまには撮らないといけないなって思うんだけどさ、なかなかねこうやって喋るぐらいだったらまだいいんだけどね。でも喋るだけでもさ、結局ほとんど没にしてるわけで、実はねほとんど。昔っていうかさ、以前は1日1件ペースでさ上げてたんだけど、もう今はもうそんな上げない。まあ撮ってはいるんだけどね、こうやっぱりね、まあ今までの動画もそうなんだけど、自分で納得いかないだよね、やっぱりね。下手くそだよなって思うしさ、もうちょっとうまく撮れないのかなとかさ思うよ。自分で編集してるからね、ことさらそう思っちゃうんだよね。今日もさ、日曜日なんでゆっくりしながらね YouTube 見たりとかさしてたんだけど、いやその YouTube 見てたらさと思ったんだよね。今自分でこういろんなとこをこう開拓っていうかね、 YouTuber の人が復旧したりとか開拓したりとかしてるわけです。その中でね油圧ショベルをこう使ってるわけ。こうでかい油圧ショベル、こうガーって掘るやつね、重機だよ。それをさみんなユンボユンボって呼んでるんだよね。まあ一般的にみんなユンボって呼んでるし、新聞広告のさ募集欄なんかでもさ、ユンボオペレーターだとかさ、そんな風にね書いてあったりするわけだよ。だけどあのじっちゃん昔ね、若い頃さ学校卒業して最初就職したのが商社だったわけで、そこでもそういうね重機があったわけだよ。ユンボっていうと確かキャタピラ三菱のね商品だよ、商品だったんだよね、その頃は確か。でいつの間にかさユンボっていうのが油圧ショベルのね故障みたいになって
ってさ、もう一般的にユンボユンボってさ呼ばれてるわけだよ。そういう商品ってさいっぱいあるわけだよね。日本全国的にどうかは分かんないんだけど、草刈り機、草を刈る機械があるよね。エンジン草刈り機、棒がついたやつだとか背負ったりとかするやつがあるんだけど、あれをねビーバーって呼ぶんだよ。草刈り機をねビーバーって呼ぶんだよ。だけどビーバーっていうのもブランド名だよね、確かね。ビーバーっていうのはね、なんだったか、山田機械、どこだったか、どっかのさ、商品名で。それがなんか、みんなビーバー、ビーバーって呼ぶようになって、他社の商品も全部ビーバーって呼ぶようになったわけだよね。だからそういう、もう通称っていうか、そういう機械の通称名になってしまったそのブランド名っていうのがいっぱいあるよなと思ってね、 YouTube 見ながらさ思ってたんだけど、ウォシュレットってみんな呼ぶんだよね。あの温水便座、温水洗浄便座っていうの正式名なんていうのかな、温水洗浄便座とかなんとかっていう正式名だよね。あれもウォシュレットって言ったら確かトートの商品だよね。でもそれがみんなもうどこの商品もウォシュレットって呼ぶようになってしまって、だからそういう本来であればさ、まあ一般人が一般的に呼んでるから、メーカーもそれは他のメーカーがねウォシュレットとかって出したらさ、トートもなんか文句言ったりとかするんだろうけど、でもどうなんだろう、商標権取ってるのかな。そういうのがたくさんあるよなって思いながらね、今日 YouTube をね見てたんだけどね、みんながよく使う言葉って、ね、デジカメ、デジカメもあれは本来商品名だよね、確かね、サンヨかどっかの商品名だよね。コンパクトデジタルカメラ、コンパクトデジタルカメラだったかな。でデジカメってみんな読んでるんだけど、デジカメっていうのは商品名だったわけだよね。だからそういうのがね、あの世の中にはいっぱいある。ふとねそういう YouTube 見ながら思ってこう考えたりとかさしてたらさ、そういうのがいっぱいあるよな。サランラップなんていうのもさ、そうだしさ、サランラップはあれどこ、旭化成かどっかだよね。でもあの料理で使うさ、サランラップ、サランラップってちっちゃいもサランラップって読んでるけどさ、でもサランラップっていうのは旭化成の商品なわけだよ。でも他社のやつも全部サランラップってねみんな読んでるわけだよね。だからそういうのが世の中にはねいっぱいあるよね。気になる方はねいろいろ自分でね調べてみてはいかがでしょうかね。多分ね他にもいっぱいあると思うよ、世の中でね。もう一般的な故障になってしまったさ、呼び名になってしまった商品名じゃないけども、その全体的にねそれをそうやって呼んでしまうっていうねのがいっぱいあるよね。まあだけどメーカー自体がね商標権取ってるのか取ってないのかさ、まあそこまでちっちゃもわかんないんだけど、だけどみんなここでさ使ってるわけだから、企業側も仮に商標登録とかしてても訴えようがないんだけど、どうなんだろうね。でも企業側は自分とこの商品名がそういうこう一般的な名前になってしまったらさ、まあね商標権も放棄しちゃうのかな、そのあたりよくわかんないけど、ただ商品自体にねつけちゃうとさ、やっぱりトラブルっていうか、企業側もね黙ってはいないんだろうけど、一般的に呼ばれるっていうことはどうしようもない部分があるんだろうね。だから店先なんかでもさ、サランラップとかさ書いてこう貼ってあるけど、実際それサランラップじゃないよって言いたくなる時があるもんねまあじっちゃんがそのあたりがねこだわりすぎるのかもしれないけど、たびたびさそういうのがあるわけだよ。って思うのがね、正しく使ったらって思わずに言いたくなるんだけども、そんなこと言ったらさキリもないしさ、もうじっちゃんがめんどくさいやつだなって思われるだけなんでね使わないけどさ、まあいろいろねやっているんだけどさ、やっているっていうかさ、いろいろ勉強したりとかさ、そのやってみたりとかしてるんだけど、まあだけどねこの年になってさ新しいことをさ覚えようと思ったら本当大変大変だよ。勉強するにもねほんと大変。今ねじっちゃんさいろんなもん作ってるんだけど、モーターを使っ
ってる工作っていうのはさ、普通の DC モーターっていうの、普通のモーターだよを使ってそれをいろいろ制御してね使ってきたんだけど、やっぱりさステッピングモーターってさ便利だよなって思うわけだよ。だけどステッピングモーターを実は今まで使ってないし勉強もしてこなかったんで、どんな仕組みでねどんな風にして動かすとかさ、そのあたりがね全然わかんなかったわけだよ。今ステッピングモーターのね勉強もしてる。でなんでそのステッピングモーターの勉強をしてるかっていうと、じっちゃんがこう頭の中でいろんなことをね、かこれ作りたいなあれ作りたいなとか、こういうの作ってみたいなとか思う時にさ、そういうモーターをね使う時に、あステッピングモーターの方が簡単っていうか、簡単っていうかさ、細かくこう動かしたりとかさ、いろいろ制御しやすいのになとか思うわけだよ。実は使ってる買ったやつでさステッピングモーターが入ってるのがあるからね、まあこういうやつなんかにもさステッピングモーター使われてるわけだよ。細かい制御するのにやっぱりステッピングモーターっていうのは欠かせないよなとかね最近ね思い出して、でステッピングモーターをある程度使いこなせるようになったら、じっちゃんの工作の範囲がねまただいぶ広がるなって思ってるわけだよ。今までできなかったことが簡単にできるようになるんじゃないかなと思ってね今勉強を始めてるんだけどさ、だけどある程度ね便利な世の中だから、別に本を買ってきてね読んでるわけじゃない、ネット上でねいろいろ調べてさ勉強してるんだけど、いろいろ勉強したり調べたりしてると、あじいちゃんでもできそうだなって思ってきてね、手元にさステッピングモーターとかそういう制御基板だとかさ持ってないんで、今ネットでね注文してる。でそれが来たらさ、実際にやっぱりやってみないとさ分かんない部分があるっていうかね、その分からないなりにもさ自分でやってみた方がさ早く分かるんだよね。だからもう買ってみようと思ってねアマゾンで注文してるんだけど、まあねこれを使いこなせるようになるとじっちゃんの遊びの範囲がまた広がるのかなって思うんだけど、まあねそうやってね新しいことにさやっぱり一つ一つさ興味のあるやつに挑戦していきたいなって思うよね。その年寄りだからそんなさ今からねどうだこうだっていうことないんだけど、まあでも知識としてさ自分で使いこなせるようになる、ただこう聞かれた時にまたある程度ね説明ができたりとか教えてあげたりとかさいうのもできるんで、やっぱりそのあたりはねちゃんと勉強した方がいいのかなって思って今勉強してる。はい、ということでね日曜日のひととき、じっちゃんの小部屋の雑談でございました。以上ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。